2009年にスクウェア・エニックスにより発売された任天堂 DS 用ホラーアドベンチャーゲーム7種のゲーム目。本作は7種のゲームから約1年後にリリースされた続編で、基本的なシステムはそのままに、新たな要素がいくつか追加されていて、ルート、エンディングの分岐やゲーム内で集めて遊ぶことができる横スクアクションゲームの実装などにより遊び応えのある作品に仕上がっています。ゲームのシナリオは前作の1年後を描いていて、遊ぶと1週間で死ぬと言われる呪いのゲームにまつわる新たな惨劇が描かれます。今回はそんな7種のゲーム目のストーリーを解説していきます。なお本作は主人公とその友人、恋人の名前を選択できるのですが、主人公のデフォルトの名前は存在しないため、この動画では主人公と呼称し、友人と恋人についてはデフォルトの名前そのままで呼称します。また本作は主人公がたどるルートに分岐があり、プレイヤーが選択することができるのですが、この動画では構成上ワンパターンのルートのみを取り扱います。またゲーム内で入手できるアイテムを集めてるかどうか、最後にプレイヤーがどんな選択を取るかでエンディングが3パターンに分岐しますが、エンディング後の表記から新エンドであると思われるパターンを採用しています。まずは軽く前作のおさらいをしますが、今回のストーリーは一応前作の続きとなりますので、できたら前作7種のゲームをプレイするか、当チャンネルのストーリー解説動画を視聴した上で今回の解説を楽しんでください。空前のヒット商品となった携帯ゲーム機ツインスクリーン、通称 TS、 現実世界でいうところの DS と同じようなゲーム機ですが、 TS ユーザー間でメールのやり取りやゲームの送受信も可能で、携帯電話的な使い方もできる画期的な商品でした。その TS には遊ぶと1週間で死ぬ呪いのゲームがあるという噂があり、前作の主人公にもその呪いのゲームが配信されてきました。南都大学という大学に通う主人公は教授の大山、ゲームを配信してきた先輩の小高の恋人リコと共に、呪いのゲームの謎と怪異に巻き込まれながらも真相に迫ろうと奔走します。遊ぶと1週間で死ぬ呪いのゲームは実在し、小高やリコ、大山たちは現実世界では死亡または行方不明となり、呪いのゲームの世界に取り込まれてしまいました。しかし主人公は呪い殺されるタイムリミットとなったギリギリのタイミングで、この呪いのゲームの開発者である生田という人物と接触し、彼の娘である朝日という少女がゲームとゲーム開発に没頭し、家族をないがしろにした父親に対する憎悪を抱き、そして父親が開発していたゲームにそれが宿ったものが呪いの正体であることを突き止めます。主人公やゲームの世界に現れた朝日の母親の説得により、彼女の恨みは晴らされて成仏して呪いは解かれ、前作の主人公は呪い殺されることを免れるのでした。これで呪いの連鎖は止められたかのように思われましたが、それから1年後、南都大学人文学部文化人類学科の学生の主人公は、恋人の蓮から主人公と同じ川越教授のゼミに入っている優斗がもう3日も大学に顔を出してないと告げられます。優斗とは親友の関係で、同じアパートの隣の部屋に住んでいるものの、蓮に言われるまで彼が3日も学校に来てないことを特に気にもしていなかった主人公は、呆れた蓮に促されて様子を見るために彼の部屋を訪れることに。ユートの部屋は静まり返っていて、人の気配はなく、どの部屋にも姿が見当たりません。しかし、押し入れの中からゲームの BGM が流れていることに気がつき、その中を見てみると、TS でゲームを開いたまま、膝を抱えたユートの姿が。ユートは、レン、お前さえなければ、とつぶやきながら主人公に這い寄り、突如主人公に襲いかかってきたかと思うと、そのまま倒れ込んで絶命してしまいます。あまりにも突然の出来事に呆然とする主人公に、ユートの TS からゲームが配信されてきます。実はユートは、1週間以内にクリアしないと死ぬと言われて世間で流行っていた謎のゲームを入手して遊んでいて、大学でもその話を主人公にしていたことがありました。呪いのゲームとユートの突然の死、ユートは怖がりの主人公にはゲームは送らないと言っていましたが、彼の死と同時になぜか呪いのゲームを受信してしまった主人公は、もはや無関係であるとは言えず、とりあえず急ぎ大学に戻り、レンと川越教授にこのことを報告します。二人は戸惑いを隠せない様子でしたが、やがて川越教授はかつて同じように呪いのゲームによって殺されたと噂されている南都大学の学生小高が変死したマンションへ向かうように提案します。川越教授は霊魂を真面目に研究するオカルトマニアで、小高の変死と同じ時期に失踪した同じ南都大学教授の大山とは同門でオカルト仲間でした。そのためユートの話していた呪いのゲームの話がただのヨタ話でもないと考えたのでしょう。
かつて小高の暮らしていたマンションファミール天神に到着する主人公。息子が変死したことを受け入れきれない小高の両親は、彼の暮らしていた部屋をそのままにしていたようで、部屋の中に入ると家具などは当時のままの形で放置されていました。手がかりを探していると TS にメールが届きます。それはユートが生前に事前に送っていたメールで、もし万が一主人公が呪いのゲームをやることになった時に役に立てばと送信していたようです。それによると呪いのゲームには隠しコマンドがあり、そのコマンドを入力しなければクリアできないという噂があるようです。そしてユートが入手した隠しコマンドのヒントとなるキーワードポエムも送られてきます。この時点では何のことかよくわからず、とりあえず主人公は小高の部屋を調べて回ると TS が落ちているのを発見します。その TS にゲームが配信されてきて、ゲームを開くと主人公とレン、ユートがゲームの世界で魔王討伐の旅に出ていて、そこでユートが顔なしの体の一部を手に入れてから狂ってしまい、主人公とレンを惨殺するという場面が描かれていました。主人公はその後起き上がり、ユートの後を追うも、彼は瓦礫に潰されて死んでしまっていました。そしてそこにはメールで送られてきたものと同じポエムが書かれていました。その後マップの奥へとゲームを進めると、小高と名乗るキャラがいて合言葉を求められます。主人公は隠しコマンドのヒントとなるキーワードの文章の頭の文字をつなげると殺してとなることに気がつき、そのワードを小高に伝えます。小高の後悔するなよというセリフとともに画面が発光し、思わず TS を放り投げてしまいます。その TS の画面から白いワンピースを着た少女が貞子よろしく這い出てきて、主人公はその少女に左目を突かれてしまいます。そしてこれ以降左目に異常が生じて妙なものが見えるようになります。その翌日、主人公にゲームが配信されてきて2日目、大学で小高のマンションでの一件をレンと川越教授に報告する主人公。呪いのゲームとその会議に実に素晴らしいと感動する川越は、自身の提唱する情報が結晶化したものが物質であるという情報結晶理論と照らし合わせ、主人公の左目に起きたことを TS というネットワークを介してハードが書き換えられたようなものと結論付け、強い思いが持つ強烈なエネルギーが実体化した残留思念が左目で見えるようになったのだと考えます。このとんでも理論や呪いをにわかには信じられないといった様子のレンは意に介さず、川越はひとまず呪いや情報結晶理論が存在するものとして話を進めます。川越によると、検視官や監察医が調べた結果、ユートの死因は自然死であり、外傷や心臓疾患、心筋梗塞や脳卒中などの痕跡はなく、ただただ突然死んだとしか言いようがない状態だったようです。とにかくはっきりしているのは、ユートがゲームを始めて7日後に死んでいるという事実のみで、さらにユートの死体は忽然と消えてしまっていました。このことからも、この1週間以内にクリアしなければ死ぬと言われるゲームの呪いが実在すると考えるより他ありません。しかしこのゲームをクリアしたという人物も今のところ確認できず、ともすれば呪いの根本の原因を断つしかないと川越は考えます。そこで川越は1年前呪いのゲームにのめり込み、小高の事件のすぐ後に謎の失踪を遂げた大山がこの呪いの核心に迫っていたはずだとして、主人公に大山がどこまで行き着いたのか調べてみるべきだと提案します。そこで主人公は大山の家に向かい、レンは大山が落とした手帳を預かっているという地下鉄の駅へ向かい、大山が何か呪いに関係する手がかりを残していないか探してみることになります。前作の主人公と同じように、よりによってわざわざ夜に出向かうマゾキ質な主人公。大山の家に向かう道中、左目が何かに反応してノイズが走ったように視界が歪みます。すると前方から目と口が大きな穴になってしまったような不気味な顔の女が現れ、襲いかかってきます。これは前作にも出てきたルグレで、やはり今作でも呪いの真相にたどり着こうとするものを排除するために呪いが現実世界に具現化させているようです。直感でこいつはやばいと判断した主人公は来た道を戻って逃げて、迂回しながら大山の家を目指すことに。しかしその先にもルグレが現れ道を塞ぎます。そのすぐそばの壁に左目でしか見えない白い手形を発見し、主人公がそれに触れるとゲームが配信されてきました。ちなみに前作と同じく主人公の TS の呪いのゲームは基本的には配信されてきたゲームデータを受信した時のみまともにプレイすることができ、普段のゲーム画面は小麦畑に小屋が立っているマップが表示されるだけで、何も起こらずどこにも行くことができません。配信されてきたゲームを進めてみると、白い少女が花を植えると道を塞いでいたキャラが花を避けて移動し道が開けるといったステージとなっていました。ゲームで少女に花を置いてもらうと、現実の世界でも地面に花が置かれていて、ルグレはそれを避けて移動して、主人公は先に進めるようになります。
以降、何度も左目で見える手形に触れて、配信されてくるゲームの世界で、白い少女に花を設置してもらうことで、現実の世界のルグレを退けることに成功し、なんとか大山の住んでいた山田アパートにたどり着きます。すでにアパートは取り壊されていて、空き地となっていましたが、そこには大山のノートが残されていました。ノートを回収しようとすると、目の前に左目でしか見えない赤いワンピースを着た少女が現れ、ゲーム内で何もできずに死んでいくのだと語りかけて消えていきます。主人公は大山のノートを、レンは大山の手帳を入手し持ち帰ります。その翌日、主人公にゲームが配信されてきて3日目、大山の残したノートと手帳を入手し、再び大学の川越ゼミに集合した主人公たち。ノートと手帳には大山の書き残した情報から、大山は確かに呪いのゲームを調べていて、呪いのゲームの存在やそれが生み出すルグレといった存在、そして現実世界では多くの人が呪いにより殺され消滅していたことがわかります。また川越には失踪しているはずの大山から、ゲームに関わるな、いらぬ死を招くというメールが送られてきていました。このことから大山は1年前からこの呪いのゲームに執着し、未だに関わり続け何かをしようとしているようです。主人公が回収したノートには、大山が1年前に呪いのゲームの調査のためにカラオケボックス歌屋を訪れていたことが記されていました。当時そこでは同時に複数の人が死亡し、死体が消えるという事件が発生していたようです。呪いの正体と大山の行方、それを探るために主人公は左目の能力を頼りにカラオケボックス歌屋に向かい、手がかりを探すことになります。カラオケボックスに着くと店員や客の姿はなかったものの、怪奇現象が多発し、ルグレが襲いかかってきました。しかしルグレとは少し様子が違う白い服を着た男性が現れます。主人公はまるで幻影のように消えて現れを繰り返すその人物の後を追い、カラオケボックスの上階へと進んでいきます。その道中ではルグレや赤いワンピースの少女の妨害もありますが、例の左目でしか見えない手形に触れることで白いワンピースの少女の助けも得ます。そしてカラオケボックスのビルの屋上にたどり着くと、そこにはユーザー名がホーキーと設定された TS が落ちていました。大山のフルネームは大山ホーキーなので、これは大山の TS ということになります。その TS に配信されていたゲームを起動すると、ゲームの世界の中にいるキャラクターに人生最大のピンチが訪れている、君の TS まで連れて行ってくれと語りかけられ、ノイズが迫りくるゲームの世界を二人で逃げます。逃げ切ると大山の TS から主人公の TS にゲームが配信されてきます。それを開くと、先ほど一緒に逃げたゲームのキャラが大山と名乗ります。ゲームの呪いによって殺されて以降も大山はゲームの世界の中で生き続けていたのでした。しかし呪いのゲームにそれを認識され、大山の領域を侵食されそうになっていたところだったようです。これ以降主人公は TS のマイクとスピーカーを使用してゲームの世界の大山と対話できるようになります。そしてひとまずこの TS の大山と共に川越教授の元に戻ることにします。その翌日、主人公にゲームが配信されてきて4日目、大学に再び主人公とレン、川越教授の3人が集まり、 TS の中の大山は3人に1年前に何が起きたのかを説明します。川越はその説明を聞いてもなお、自分の身にそのようなことが起こらなかったことを嘆くという怒れっぷりを発揮し、大山も大山で科学とオカルトをバランスよくこなさなければこの境遇は体験できないと、なぜかちょっと勝ち怒ったかのような態度。前作の出来事で大山はデジタルな生命体としてゲームの世界に意識が保たれ、以後ネットの世界で生き続けることができていると解き、川越はこの事実を受けて素晴らしいと喜ぶ一方で、レンはやはり懐疑的で未だに信じられない様子でした。しかし実際に TS を通じて会話をこなし、本人が生きていると言ってるのだから、ひとまずは納得するしかありません。川越は念のため大山に好奇心で呪いのゲームを広めていないだろうなと問いかけ確認を取りますが、大山によると全く逆で、むしろ広がっていく呪いをなんとか止めようとゲームの世界であがいていたようです。川越は1年前の呪いの元凶である生田朝希の他に負の思念を描いた人物が現れて、ゲームをツールとして呪いを拡散していると考えます。大山は前回の事件の経験からゲームの呪いを止めるにはゲームをクリアするか、呪いを拡散している人物を消化させるしかないと結論付けます。しかし肝心の負の思念を持ち呪いを拡散している人物が誰なのかは分かりません。そこで大山はもともとこのゲームを開発していた生田なら何とかできるかもしれないと考えます。この生田とは前作で呪いの元凶となった生田朝希の父親、生田牛尾のことです。レンはゲームの開発者であるその人物に会いに行くことに。
また大山はカラオケボックスで集団でゲームの呪いで殺された高校生が南都陽光学園の生徒だったことから、呪いの原因となった何かがそこにあるのではないかと考えていました。その学校自体は大量の自殺者が出て崩壊し、今は廃墟となっているようでしたが、主人公が遭遇した白い服の少女と赤い服の少女もまた高校生くらいの年齢だったことから、この高校が無関係とも思えません。そこで主人公はレンとは別に南都陽光学園へ向かうことになります。またまた霊によって夜に現地を訪れる主人公、呪いによって殺された高校生たちのルグレがそこかしこにはびこっていましたが、また白い服の少女の助けがあり、ゲームの世界を通じてそれらを退けます。一方で赤い服の少女も執拗に主人公の行く手を阻もうとしてきます。学校内を探索していくと、廊下に一面に広がる血だまりを発見します。そこにゲームが配信されてきました。そのゲームでは茜という少女と健太と直樹という少年の3人が冒険に出かけている様子が映し出され、最初に主人公の TS に配信されてきたと同じように、顔なしの体を手に入れてから直樹という少年の様子がおかしくなり、健太と茜を惨殺するというシーンが描かれていました。大山はゲームに主人公とは関係のない人物たちが登場したことに着目し、彼らの名前がこの学校の生徒のリストにあったと指摘します。この血だまりのあった場所で彼らに何かがあったに違いありません。主人公は学校の探索を進めていき、学校の図書室で白服の少女を発見します。そしてその少女に触れて幻覚を見せられます。それは茜という少女がかつてこの学校で体験したことの追体験でした。茜はその日の放課後、健太と共に下校しようと彼を探して学校を歩き回っていました。しかしその最中に幾度もいなくなれ、死ね、健太を返せといった内容の嫌がらせのメールが送られていました。どうやら茜は健太に恋をしていた他の女子生徒からよく思われていなかったようです。ひどい内容のメールを無視して健太を探す茜、そこに呪いのゲームをやり始めてから直樹の様子がおかしいという健太からのメールが届きます。さらにその直後に今度はその直樹から明らかにまともではない様子のあと1日で自分は死ぬといった内容のメールが届きます。そして2階から健太のものと思われる悲鳴が聞こえてきて、急いで階段を登っていくと、そこには血だまりの中に倒れる健太の姿が、その横には血まみれの直樹がいて、ゆっくりと茜に近寄ります。そしてそのまま茜は階段の下に突き落とされるようにして落下していき、白い服の少女が見せた幻覚はそこで終わります。その頃レンはゲームの開発者だった生田に会いに行くため、地下鉄南都線の下り快速列車に乗っていました。生田は生きていて、レンは連絡を取り彼に協力を要請することに成功していました。しかし実はレンには主人公よりも早くゲームが配信されてきていて、すでにこの日がタイムリミットである7日目となっていました。果たして呪い殺されるまでに生田に会いに行けるのか。自分の身に迫る死を心配するレンにゲームが配信されてきます。そのゲームでは火事で燃える家に取り残された少年が姉に助けを求める場面が映され、次にゲームの中の世界のユートに助けられたはずなのにと責められます。ゲームを通じて直接レンに語りかけられるこの出来事から、おそらくその昔レンは弟を火事で失っていたようです。ゲームの中のユートはそのトラウマをレンに見せつけたがっているかのようです。このユートは作中では詳しく描写されていませんが、ユート本人ではなくゲームの呪いがレンの負の感情を湧き起こそうとしているのではないかと思われます。その後もゲームの中でユートはレンと主人公が付き合ったせいで主人公と今までのように一緒にいられなくなったと恨んでいたことを示してきます。これもユート本人の気持ちではなく事実ではない可能性があります。ゲームに語りかけられ動揺するレンは電車の中に誰も乗っていないことに気がつきます。そして代わりに車内に現れたルグレに追われ、最終的に追い詰められてルグレと化したユートに捕まってしまいます。その翌日、主人公にゲームが配信されてきて5日目、生田に会いに行ったはずのレンが行方不明になり、大学に集まったのは主人公と TS の中の大山、川越教授だけでした。恋人の失踪に口をつぐむしかない主人公、しかし主人公に残された時間もあとわずか3日しかありません。川越は主人公が見た原始とゲームに登場した3人の高校生、茜、健太、直樹のことを調べていて、ある程度素性を明らかにしていました。彼らは南都陽光学園における呪いのゲームの最初の犠牲者で、ほぼ同時に3人とも死亡しています。健太は階段のそばで血まみれになって死亡していて、直樹は屋上から落ちてきたコンクリートに潰されて死亡、そして茜は階段の下で死亡していました。川越は現在の呪いのゲームはこの3人から広がってると見て間違いないと踏んでいました。大山は主人公が目撃した少女が2人なのに対して、この3人の中には少女が1人しか見当たらないことが気になっていました。
確かに主人公の行く手には必ず白い服と赤い服の二人の少女が現れていて、そのどちらかが茜だとしてももう一人の存在が不明なままです。また死んだ三人のうち死亡した後のことが分かっているのは健太と直樹の二人のみで、しかも彼らはとある墓地に埋葬されているというわずかな情報が分かっているのみです。主人公は蓮のことが気がかりでそれどころではない様子でしたが、残された時間がわずかしかないのも事実。主人公だけは何とか助けようと奔走していた蓮の思いを無駄にしないためにも、川越教授に諭されて健太と直樹が埋葬されている墓地まで出向くことになります。墓地を探索していると白い少女に井戸の中へ突き落とされ、そこで謎の地下牢と拷問器具を発見する主人公。これが何なのかはぶっちゃけ最後までよくわかりません。その地下通路を進んで墓地を奥へと進んでいくと、健太のルグレに遭遇します。そしてゲームが配信されてきて、そのゲーム内での追体験を通じて3人の身に何が起こったかが語られます。直樹と茜は幼い頃から仲が良く、師弟のようにいつも一緒に遊んでいました。そこに健太が後から加わり仲良くなって、3人は小麦畑の小屋を秘密基地にして遊んでいました。3人の仲は中学生になるまで続いていましたが、そんなある日3人は茜を狙った高校生の不良たちに絡まれます。茜を守ろうとする直樹は一撃で倒されますが、健太は不良に何度も殴られても立ち上がり茜を守り抜きます。この一件がきっかけで茜は健太に恋をして、高校生になったある日茜が告白したことで2人は付き合うようになります。茜のことが好きだった直樹はこのことを2人に告げられて落ち込み、死にたいと思うほど塞ぎ込んでしまいます。健太は学校でも人気者だったようで、茜は健太を狙っていた学校の女子連中から嫌われてしまいます。直樹は健太たちと距離を取るようになり、3人の関係は壊れてしまいます。そんな中、学校では呪いのゲームが広まっていて、1週間以内にクリアしなければ死ぬというそのゲームに直樹も興味を持ち始めます。直樹は恐ろしい噂のあるこのいわくつきのゲームをクリアして、自信を取り戻して暗く塞ぎ込んだ自分自身を変えたかったのかもしれません。しかし家にネット環境がなかったため、健太を頼ってこのゲームを入手しようとします。健太はまた昔のように自分を頼ってくれたのが嬉しくて、呪いのゲームを望み通り入手して、それを直樹の TS に転送します。しかし、その行為が悲劇の始まりでした。1週間後、ゲームの呪いによって、まず健太が直樹の目の前で死亡します。そして、そこに健太と下校しようとした茜が現れ、血まみれの直樹と血だまりの中で息絶えた健太を目撃し、そしてひどく動揺して、足を滑らせて階段の下に落下し、直樹が健太を殺したと勘違いしたまま意識不明となります。直樹はその後屋上から落ちてきたコンクリートに潰されて死亡します。茜は自分が健太に告白したせいで直樹が深く傷ついたことや、自分自身も学校で陰口や嫌がらせの被害に遭うことになったことを受けて、さらに最終的に直樹が健太を殺してしまったという勘違いもして、憎悪や自責の念といった負の思念を暴走させて、生田朝日が消化した後もこのゲームの呪いを広める存在となってしまいます。健太はまだ茜は生きていて、どこかの病院に運ばれて、そこからゲームを広めていることを主人公に伝えます。その翌日、主人公にゲームが配信されてきて6日目、主人公は大学に戻り、墓地の奥で出会った健太の証言をもとに、この呪いの元凶が誤解をしたままの茜の恨みであることを報告し、川越は茜らしき人物が収容された病院を手当たり次第に探してみましたが、そのような病院はどこにもなかったと告げます。しかし大山は、全国のどの病院にも該当するものがないなら一つだけ心当たりがあると言います。それが慈久総合病院です。慈久総合病院は5年前に患者がメスで医師と看護師を次々に惨殺するという事件があり、さらに謎の病院関係者の変死が相次いだことで廃病院となっていました。果たして本当に呪いの因果の少女が廃病院で眠っているのか。主人公は茜に接触し呪いを解くために夜の廃病院に向かいます。慈久総合病院にたどり着くと、廃病院であったはずの病院には明かりがついていて、綺麗な状態が保たれていました。病院を進んでいくと、赤い服の少女と白い服の少女が同時に出現し、ゲームが配信されてきます。ゲームの中で白い少女についていくも、途中で赤い少女に邪魔をされてしまい、気がつくと病院は壁も床も血みどろになり、さっきまで灯っていた明かりも消えていました。おそらくですが、先ほどの綺麗な病院は白い服の少女が安全に廃病院を進めるように手助けした結果の姿で、この光景は主人公を邪魔する赤い服の少女による呪いによって歪められたものだと思われます。つまりいずれにせよ幻覚や異世界のようなものになっていて、現実の廃病院とは見え方が異なっていると思われます。
病院奥へと進んでいく主人公ですが、綺麗な病院とおぞましい光景の病院が交互に繰り返され、やがて呪いの力がどんどん強まっていっているのか、綺麗な光景の病院は次第に呪いによってあっという間に歪められてしまうようになります。それでもゲームの中で白い少女に助けられながら、ついに主人公は病院の最深部に迫ります。赤い少女は必死に行く手を阻み、病院奥の部屋へ到達することを拒絶しますが、主人公は強行突破していきます。そしてその部屋の中で、あの白いワンピースの少女がベッドに横たわっているのを発見します。この少女が茜だったようです。さらにその横ではレンが寝かされていました。そこにゲームが配信されてきます。ゲームを開くと白い服の少女が語りかけてきて、赤い少女も白い少女もどちらも自分、つまり両方茜であることを告げます。茜は赤い方は憎しみを暴走させてしまったもう一人の自分で、ほぼ脳死状態で病院に運び込まれ、長い間意識のない状態に置かれている最中で、精神がゲームに関わる人すべてに恨みをぶつけ始めるようになり、やがて呪いのゲームを無差別に配信し、人の命を奪うようになっていったといいます。白い方の茜は言うなれば憎しみにとらわれていない本来の人格ですが、暴走する赤い茜を止めることができなかったようです。茜は自分の肉体が死ねば赤い茜も消えるはずだと考え、殺してほしいと願い出るも、一緒に話を聞いていた大山は、肉体が死んでも赤い茜が憎しみを捨てなければ結局呪いは止められず無意味だと考えます。茜は主人公の目を通じて健太と直樹が死んだのは呪いのせいであることを知っていましたが、自分から分離して暴走してしまった赤い茜にはその思いが通じませんでした。そこで大山は主人公と二人で自分たちの精神を茜の精神に同調させ、直接彼女の魂に語りかけて赤い茜を説得しようと提案します。実体のない自分にとってはそんなことは造作もないことで、左目の能力をもらった縁のある主人公なら簡単に同調できるはずだという、なんだかよくわからない理屈を並べる大山ですが、その通り二人は茜の精神に本当に簡単に同調してしまいます。仕組みは謎です。茜の精神に同調し彼女の精神世界に侵入した主人公と TS の中の大山、そこは一面の小麦畑で、かつて茜が健太と直樹の3人で一緒によく遊んでいた思い出の原風景そのものでした。そこに赤い服の茜が現れ、主人公に襲いかかります。小麦の陰に隠れたりしながら逃げ延びて、茜たち3人が子供の頃秘密基地にしていた小屋の中へと入ります。すると周囲をノイズに囲まれた異様な世界に飛ばされてしまいます。まるで現実の自分がバグだらけのゲームの世界に取り込まれたかのような光景。大山はこの光景を見て、茜が魂を分裂させて憎しみを暴走させ呪いのゲームを拡散させるに至ったのには、ゲームが彼女の精神を蝕んだからだと気づきます。つまり直樹が健太を殺したと勘違いしたまま意識不明の重体となった茜の精神をゲームの呪いが乗っ取り、ゲームを拡散させるための依り代として利用していたということです。呪いのゲームを拡散させていたのは茜というよりも、人間の負の感情を増幅させ精神を乗っ取った呪いのゲームそのものだったのです。もともとはこの呪いは父親のせいで母親は自分が死んだと思い込んでいた生田朝日の精神を乗っ取って依り代としていました。そこで依り代を失った呪いのゲームは茜の負の思念に誘われ彼女の魂にたどり着き、それを依り代にしたようです。ついに答えにたどり着いた大山は感極まって、なんという素晴らしい光景だろうと叫んでしまいます。呪いなんかよりよっぽどこいつの方がやばいのかもしれません。そこにゲームが配信されてきて、ゲームの中の大山と主人公は増殖する呪いのノイズに追われます。自我を奪われないようなんとか逃げていると、その先でレンとユートが待っていて、二人を安全圏に逃がします。ノイズは消え、主人公たちはついに負の思念を暴走させる茜と対峙します。主人公、レン、ユート、ケンタ、ナオキ、そして本来の人格の茜が憎しみにとらわれ分離した茜の魂に必死に呼びかけ説得を試みます。しかしケンタとナオキが死んでしまったのは事実。茜は自分のせいで二人が死んだのだとかえって特大級のメンヘラを発露し、そこを狙って呪いのゲームが再び彼女の魂を取り込みにかかります。主人公は一旦ゲームから目を離すと、目の前にはいつの間にか茜のルグレが。何もない空間で茜に襲われ、どこにも逃げ場がない状態で追い回されます。思わず大山に何か打つ手はないのかと助けを求めますが、大山も柏ででも打つしかないだろうねと親父ギャグを飛ばしてお手上げ状態。絶体絶命の状況で突然主人公の TS にメールが送られてきます。それは生田牛尾からのメールでした。
生田はレンからの要請を受けてからずっとゲームの修正プログラムを書いていて、暴走したゲームの呪いを抑えるべく新たなエンディングを用意していました。主人公は TS でこのプログラムを受信しゲームを開きます。するとよくわかりませんが、なぜか大山がゲームの中で僕は領域を横断すると叫んで、ノイズまみれのマップに道を切り開きます。その先にいた赤い茜に健太と直樹、そして茜の3人が寄り添って説得して、ついに分離していた茜の魂が一つになりました。そして3人は揃って黄金の小麦畑の空の彼方へ昇華していきます。ちょっと強引な最後ですが、ひとまずこれでよりしろを失ったゲームの呪いは解かれ、主人公は死を免れました。しかし、あれからレンが目を覚ますことはありませんでした。主人公の部屋で意識もなく静かに眠り続けるレン。それを見つめていると、差出人不明の不気味なメールが届きます。それは、レンを助けたければ、私に会いに来てね。扉は開けておいたよ、という内容でした。大山は TS の中から必死に、これは呪いのゲームによる罠だと呼びかけますが、主人公はレンを助けたい一心で、呪いが用意した入り口に入ってしまいます。レンの元へ近づくにつれて、現実世界がゲームに侵食されたかのような光景に変貌し、主人公の目の前に人型のノイズの塊のようなものが現れ、語りかけてきます。これは呪いのゲームが実体化した仮の姿のようなものなのでしょう。不完全な状態で生まれ、誰からも必要とされていない存在であるこの呪いは、負の思念の塊のようなもので、悲しみや憎しみ、恨みを吐き出し続けています。そしてゲームの呪いは、よりしろがなければ存在することができないと言います。しかし、負の感情を糧とするため、幸せな人はよりしろとすることができません。茜というよりしろを失った呪いは、今度は過去に目の前で弟を失ったレンをよりしろにしようとしていました。しかし、彼女の精神は、生田朝日や茜のようにはうまく乗っ取れなかったようです。レンは幸せな人だったからです。それは主人公という恋人がいたからでしょう。そこでゲームの呪いは主人公をおびき寄せて、レンの目の前で殺すことで彼女の負の思念を暴走させ、精神を乗っ取ることを計画していました。そう、大山の言った通り、これは罠だったのです。主人公がそのことに気がついた時にはもう手遅れでした。張り付きにされたレンの目の前で主人公は呪いによって殺され、レンはよりしろとして覚醒します。そして主人公の TS から全世界の TS に向けて呪いのゲームが配信されていきます。